こんばんは、プロタクニュースのお時間です。それでは今回も読者数1200万人、バスタクシー業界の最大業界紙東京交通新聞の記事より、2021年10月の11日に発行された記事をプロタクの視点から、今回はこちらの3記事を要約解説をさせていただきます。貴重なお時間いただきますが、最後までご視聴お願いいたします。それではまず1つ目のニュースです。総合トップですね。ニューノーマルタクシー称賛、開発普及全力で支援、斉藤国交省が就任会見。記事によりますと、斉藤鉄夫国土交通省は6日専門室の就任会見で、新型コロナウイルス対策仕様のタクシー車両ニューノーマルタクシーを称賛し、開発普及を後押しする姿勢を表明した。今年3月に高規格の空気清浄機などを搭載したトヨタジャパンタクシー車両を視察試乗したことに触れ、ウィズコロナ時代のタクシーという意味も含め技術開発が進んでいると実感した。国交省としてその試みをしっかりと支援し、健全な発展に結びつけよう全力を挙げたいと力を込めた、というふうに記事は報じております。皆さんも、ご存知の通り、岸田内閣が発足されまして、それに伴いまして国土交通大臣も斉藤鉄夫さんという、方に、変わったというのがありまして、プロタクとしても今回ホットな話題ということで、この斉藤国交省の就任会見について触れさせていただきました。で、結構交通新聞さんの方ではトップ記事として報じておりまして、プロタクとしてここはぜひとも押さえておきたいというところで申し上げますと、記事また引用させていただきます。バスタクシーなど交通観光関連事業の今後について、コロナで危機に瀕する公共交通の確保維持、観光への継続的支援、観光需要の回復を見据えた取り組みを進めていくと強調。また GoTo トラベルキャンペーンでは、ワクチン接種歴や陰性証明を組み合わせたワクチン検査パッケージの実証調査を挙げ、技術実証の結果を踏まえ、感染対策と経済回復を両立させる観点から再開についてしっかりと検討したいと述べた、というふうに記事は報じております。要はこのウィズコロナっていう時代を見据えて、国交省としては交通業界、あとはその観光業界に対して、支援をしていく、こういった部分をしっかりと力を入れていくというふうに、記事を報じておりまして、僕たちタクシー業界としてもすごく、後押し、していただけるのは非常にありがたいかなというところです。で、記事の方で GoTo トラベルキャンペーン、このワクチン接種をした方に関して検査パッケージっていうので、あれですかね、その旅行プランによってはそのワクチン接種をすると安くなるとか、そういった部分ですかね、そういった部分が今後ちょっとサービスとして出てくるんではないかなと。で、その記事だけを、このサービスって言ったらいいんですかね、だけを切り取ると、その団体のお客さんの割引みたいな感じで、そこだけ切り取ると直接的にタクシーに関係ないというふうに感じる方もおられるかもしれません。ただプロタクとして取り上げた理由としては、去年ですかね、ごくわずかな期間ですけども、 GoTo トラベルキャンペーンがありました。で、それに伴いまして、やっぱ個人でも旅行される方が増えて、で、個人の方ですと団体で移動するのが嫌だっていう方が、やはりおられます。で、そういった方ですと飲食店とかで使えるとか、あとタクシーもその GoTo トラベル その割引クーポンですかね、そういったものがタクシーでも使えたりとかっていうのもあって、タクシーの需要も実は高まるといった過去もあったんですね。で、今後もタクシーの需要がひょっとしたらまた新たに生まれるかもしれないという部分もあったので、この記事を取り上げさせていただきました。ただ1点ちょっと懸念事項としては、この GoTo トラベルキャンペーンの再開ですかに関しては、ちょっと時期はまだ不明というふうになってます。やはりこの斉藤国交省の方はもちろん経済支援、ここも大事ですけども、感染者、また感染対策、こういった部分もしっかりと両立をさせるという観点から、まだ時期の方は10月11日発行された交通新聞の東京交通新聞の中からですと、まだ時期は不明というふうにされております。で、今後この GoTo トラベルキャンペーンの再開プロタクの方でも情報が得ることができましたら、また随時発信していければなと思います。続いての記事です。同じ総合トップからです。タク変動運賃実験11日開始、 MOT が8100台、 Uber 1000台。国交省、記事によりますと、国土交通省のタクシー運賃ダイナミックプライシング変動価格制の実証実験が11日から東京都内で始まる。
モビリティテクノロジーズ MOT が会社アプリ GO で11月30日まで展開する。日本交通グループ、エバラ交通、小田急交通、東京都個人タクシー協同組合、日コ連、東京都営業協同組合の5社団体約8100台が協力する。 Uber の実証実験は10月19日から12月の13日、日の丸自動車グループ12社約1000台が参画するというふうに記事は報じております。ね、このニュースなんですけども、一般のニュースでもね結構取り上げられたりとかして話題になってるんで、ご存知の方もおられると思います。これまでもプロタクの方でもですね、このダイナミックプライシングに関して取り上げてまいりました。で、今回ね実証実験ということなので、このダイナミックプライシングがここからスタートするというわけではないです。まあ、だからこそですね、実証実験に取り組む会社と、まあ、そうでない会社がねあったりするという現状です。で、これまでもですね、このダイナミックプライシングのことをですね、プロタクの方でも取り上げたときに賛否両論がありました。で、大事なのはですね、本番が始まってからいろいろとね、欠陥がありましたとかね、改善点がありました、なんかユーザーであるね、お客様はすごく利便性はいいけれども、でもドライバー目線で言ったらすごくちょっとあまり好ましくないね、サービス、こういう風になってしまうとやはり良くないと思うんですね。だからこその実験だと思うんですね。なので、この、ね、実証実験の間でこのサービスの良い部分ですね、でしかもこれはユーザーも、ね、お客様もタクシードライバーもお互いにウィンウィンの部分が、ね、見つかっていけばいいんじゃないかなと思います。で、引き続きですね、このダイナミックプライシングのことに関して、多くのドライバーの方が興味を持っていることだと思います。もちろんね、タクシードライバーだけではなくて、これからね、タクシー転職してみようかなという方もですね、間違いなくね、興味を持っていることだと思います。なので、ダイナミックプライシング、ちょっとね、中身わからない方はですね、番組の概要欄の方にリンク貼り付けておきますので、どういった内容なのかはですね、そのリンクの方確認をしていただいて、で、その上でですね、じゃあどういった形がベターなのか、暇な時にですね、タクシーの利用者が利用しやすくなるサービスはどんなものなのか、あとは繁忙期と言われる時にタクシーが不足してしまう、そういった時にですね、お互いにウィンウィンになるためにはですね、このダイナミックプライシングとかを活用して、どうやったらお互いウィンウィンになれるのか、こういったことをですね、その検証したりとかね、議論していくことが新たなサービスをね、生んでいく第一歩にはなっていくんじゃないかなと思います。なので、おのおのですね、このダイナミックプライシングに関してどのようにするのが、まあ、ベターなのか、引き続きね、ご意見の方ね、コメント欄にいただければ幸いです。続いての記事です。三面総合社会からです。都内心霊スポット巡りいかが、チェッカーハロウィン使用者運行。記事によりますと、チェッカーキャブ無線協同組合はタクシーの車体をハロウィン仕様にラッピングし、6日貸切観光タクシーとして運行を始めた。東京ゴーストツアーと銘打ち、東京駅初の2コースを用意。平野正門の首塚や千駄ヶ谷トンネルなど都内の心霊スポットを巡る。2時間9000円、車内は新型コロナウイルス対策を施しているというふうに記事は報じております。で、この、まあ、新しいハロウィンスポット巡りに関しましては、10月末までですね、10月の31日がハロウィンなので、この10月の31日まででこのサービスがスタートするという部分になっております。で、チェッカーさんね、皆さんもご存知だと思います。東京無線さんと合併をしました。で、そのことによってこういうちょっとユニークなサービスがね、まあ、消えてしまうんじゃないかなという、ね、個人的なね、まあ、懸念があったんですよね。結構ね、こういうハロウィン仕様で観光スポット巡るとかね、心霊スポット巡るってね、すごく面白い取り組みだなと思ってたので、すごくまあ興味を持ってたんですけども、ね、東京無線さんと合併してなくなってしまうんじゃないかなというのがあったんですが、まあ、引き続きチェッカーさんの方中心でこのハロウィン仕様のね、その心霊スポット巡りっていうのが行われるという部分ですね。で、他にもですね、桜の時期に車をその桜仕様にラッピングした車をね、走らせたりとかっていうので、チェッカーさんこう取り組んでるので、引き続きこのサービスはね、残していただければなと思います。あとはこの今のところ多分ね、おそらくホームページでもう事前に確認をしましたけども、このハロウィンの時と多分桜の時期だと思うんですよね。だから、あとまあね、これは春と秋なので、夏というのか、何かね、新しいサービスがあったらいいんじゃないかなと思います。で、ちょっとね、話題それますけれども、まあ、ハロウィンっていうとやはりこうまたね、人が集まったりするお祭りごとなので、これによってタクシーの需要が生まれやすいという状況があります。で、ハロウィンと聞くと、これタクシードライバー目線的にはですね、あ、ハロウィンだ、書き入れ時だというふうに感じるドライバーさんもおられます。やはりね、お祭りごとっていうふうに、まあ、なってます。
で皆さんもねこの渋谷のねスクランブル交差点でものすごいね若者が集まって大混乱になるっていうので、なんかハロウィンイコールなんか酔っ払いがめちゃめちゃ集まるお祭りというふうに、まあ、懸念をねする方もおられるかもしれません。まあ、確かにハロウィン当日とかね、ハロウィン前の週末とかになるとお酒をねたくさん召し上がっているお客様も事実おられます。で今回ですね、またちょっとコメントでいただきたいのが水客の対応方法ですね。要は酔っ払ってるお客様の対応方法をですね、多分ねそのタクシードライバーが10人いれば10通りの対応方法があるんではないかなと思います。なので結構その新人のドライバーの方とかね、これからタクシー業界転職してみようかなっていう方で、どうやってその酔っ払ったお客さんに対応すればいいのかっていうので不安に感じる方っておられると思うんです。なのでどんな風にね対応してるのか、こんな対応するとお客様に怒られないですよとかっていうのがもしありましたら、コメント欄の方にコメントをいただければなと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。今回もですね、2021年10月11日に発行されました東京交通新聞の記事より、プロタクが取り上げた記事はこちら3記事ですね。こちらをようやく解説をしてまいりました。でここのところですね、コロナの感染者が激減をしてきて、でそれに伴いまして業界としても、まあ、ウィズコロナとかね、ポストコロナで世の中が正常化に戻っていくのに伴いまして、交通業界とかね観光業界が少しずつ元の生活に戻るとか、また新たな、ね、その需要を取り込むためにいろいろなサービス取り組みを始めつつあるというのがね最近のねこの記事の傾向だと思います。なので引き続きこれからももっともっとね明るい話題が出てくると思いますので、それに伴いましてプロタクの方でもねそのいろんな記事をご紹介させていただいたりとか、あとはですね新たなそのサービスが生まれた時に、じゃあ一タクシードライバーとしてどのように構えればいいのかとかね、そういった考え方の部分を引き続きね発信していければなと思います。というわけでここまでご視聴いただきましてありがとうございました。